一人取り付けんとは。オスコーンが来るぞ。シューター最強と謳われる司祭聖騎士団で殲滅する。もとよりドルトレーは我がミッドランドくらいの妖怪。戦力を割く余力はない。今置いて他ありません。苦しいのはチューダーとて同じは。白虎騎士団まで壊滅したとあっては取り返しのつかない事態になりましょうぞ。民衆の不満が高まる。さすがの高殿も避けられません。高野団のみで当たらせていただきます。気は確かですか。高野団だけで果たせるわけがない。ドルドレー攻略を命ずる。騎兵約5000を持ってこちらに向かっております。白い鷹のグリフィス。奴が生きている限り鷹の弾。後ろは断崖絶壁。とりあえず正面から攻める以外ないな。ガッツ。チートバカ白がでかいだけだ。どういうつもりだ。正面から堂々と撃つのみ。はっ。待てよデズ。留守の間変わったことはなかった。第一陣。第一陣はグリフ教直属部隊他約2000。面白い。受けてやろう。将軍、強欲に弓隊を展開せよ。軽騎兵の機動力を生かし。敵も冷静じゃねえか。ボスコーンに何をやっておる。野郎どもつらかれ。これが上昇無敗の鷹の弾。敵は敗走していくぞ。白い鷹のグリフィスを捕らえた者には。そのようなことを軽々しく約束されても。我がジャカツ猛攻騎士団と共に敵を追撃し。命令が聞こえんのかボスコーン将軍。これより敵追撃を開始する。逃げ場はない。命を捨てろ。いつになったら酒にありつけんだろうな。なんだ、どうした。敵の伝令を場外に出すな。すべてグリフィスの情報通りだ。女の浅はかさよの。こいつは私が。すごい。ヒルムだ。別人のようなその立ち筋。お前たちは準備を急げ。はい。今での勢いはどこに行ったのかな。なんてね。我が小ボロいつけ千年にわたり伝えられし部下たちの目の前で慰み者にされて。最強の騎士が。あんやろ。数で勝るは我が方。拡大。なんだ。大将はくたばった。立ち退きをあげろ。待ってました。歯向かう敵は容赦するな。総大将はこのわしだ。戻れ。戻らんか。巻き込まれたぞ。この時よ、変わらぬその眼差し。片時もお前を忘れたことはなかったぞ。なぜそんな目で見る。お恨みなどしていませんよ、閣下。危険な戦場に送ることなくね。私ができることはただ一つ。そんな私の歩く道端に転がっていた
として俺は俺の国を手に入れる。あいつ以外はな。ありがとう。ビシッと決めねえと舐められるぜ。ダンスのお相手はいらっしゃるのですか。慣れたもんですな。キーン、戦場での武勇伝お聞きしたいわ。一人で100人の敵を倒したグリフィス様とどちらがお強いのかしら。あなたも高野旦那の。あ、はい。誰。ああ、悪いよ、ガンツ。いやいや、ここはこの私めに。どうしてこう貴族ってやつら。おい、慣れないことはするもんじゃないな。おかしいか。結構イケてるぜ。本当か。グリフィスをダンスに誘ってみたら。お前こそどういう心境の変化なんだ。見届けとこうと思ってさ。これから何を手に入れようとしているのか、あいつの夢の中で舐められるわけにはいかねえんだ。長きにわたる試練の歳月、率いる鷹野団の活躍にこの類いまれなる勇猛果敢さで、千人朝食には例外なく騎士の白鵬騎士団ですって。俺たちに貴族長さんたちだぜ。どうして俺が出ていくって分かったんだ。今になって急に。急にじゃねえ、鷹野団は普通の軍隊とは違う。昔のお前のセリフじゃねえけどな。不満なんてあるわけねえ、うん、まだ右も左も分からないガキの自分さ、殺して生き残る。それでもよかった。だが戦場を渡り歩いてそいつは何一つ持ってはいなかった。それを可能に思わせる、いつも極限まで研ぎ澄ましておかなければならない。俺の目にはあいつが眩しく映る。地位や階級なんてものには興味ねえ。ガッツ、人並み以上の腕前だったし、どれも一番にはなれなかった。最初から何も欲しがらないやつなん。今の自分の立場もさ、何かなんてあやふやなもんのために男なんてみんなどうかしてるのかもな。キャスカとは一体どうなってんの。あいつとはいろいろあったからな。鷹野団の古株なら誰でも知ってることだろう。グリフィスは何一つ持たないところから、これ以上何を望むんだってところだろう。しばらく戦はないだろうと言われている。切り札が必要なんだ。シャルロット姫をいただいちまうのが天下の白鵬将軍。何者かの手によって今は亡き者。立たすのに邪魔な連中はいなくなった。このチャンスをあいつが見逃すはず。どうしようもない現実から彼女を崇拝に近い感情を持っている。抱かれたいと思うのが普通だろ。男が一番望んでいるものを。抱きたいとか思ったことないの。そこら辺の着飾ることしか脳のねえ。でもあいつは俺にとって違う。今の俺じゃダメなんだ。鉱脈あると見てたんだけどな。自分のことで手一杯だよ。そっか。
た。